前回、テリオン編4章をクリアしました。まずは例のごとく、テリオン編を完結させたことで解放されたサブストーリーを攻略していきます。レイバース家の前にいるヒースコートに話しかけて、サブストーリーヒースコート、その後を開始します。このサブストーリーを開始すると、ウィスパーミルに新たに老人が現れるので、彼を誘惑して連れて行きます。さ。この老人を連れた状態でヒースコートに話しかければシナリオクリアとなります。クリア報酬は12000リーフとヒースコートの探検です。ヒースコートの探検には貴族性強化の効果があり、装備しているだけで貴族性攻撃の余ダメがアップします。サブストーリーをクリアしたら、マルサリムで再びマルフを誘惑しておきます。テリオン編クリア後の巡礼は以上です。次のメインストーリーを開始する前に、酒場へ行き、サイラスとアーフェンを入れ替えます。パート1からパーティーの主力を張ってきた先生ですが、これ以降、全員のメインストーリーを終えるまで休暇に入ります。実は、このゲームの裏ボスは第1パーティーと第2パーティーに分かれての総力戦となるので、特定のキャラだけ育てるわけにはいきません。先生のレベルは十分なので、今後のメインストーリーでは他のキャラを育てていきます。準備ができたら、アーフェン編2章の舞台、ゴールドショアへ向かいます。アーフェン編2章、ざっくりストーリー解説。故郷の村を出て、旅の薬師を始めたアーフェン。海辺の町、ゴールドショアにたどり着く。どうやら町では熱病が流行っているようで、道端で出会った少女、エリンから、姉の不倫を助けてほしいとお願いされる。アーフェンはエリンの家に行くが、すでに別の薬師が治療を済ませており、不倫の熱はすっかり下がっていた。薬師の名はバネッサ。最近この町にやってきて、凄腕の薬師だと話題になっているらしい。彼女の薬を飲むと立ちどころに熱が下がり、お代も気持ち程度にしか取らない庶民の味方とのこと。しかし、ほどなくして、今度は咳が止まらなくなる新たな病が流行り始める。バネッサはこの病に効く薬も持っていたが、貴重な薬なので10万リーフかかるという。高価ではあるが、命には変えられないと次々と薬を買っていく貴族たち。しかし、不倫の家は貧しく、とてもじゃないが手が出ない。病に苦しむ不倫に何もしてやれず泣き崩れる母親を見て、アーフェンは治療を申し出る。不倫の症状に疑問を抱いたアーフェンが、最初にバネッサが処方していた薬を調べると、それが、強力な解熱作用の代わりに副作用として咳を誘発させる劇薬だったことが判明する。バネッサは、最初から咳止め薬を高値で売るために、副作用の強い劇薬を処方していたのだった。というわけで、薬の材料となる苔が生えているという聖壁の洞窟へ向かうのですが、その前に、パーティーメンバーに不備があったので、ここで入れ替えておきます。オフィリアを外して、パート9以来の出番となるハンイットを入れます。メンバーを入れ替えたら、今度こそ聖壁の洞窟へ向かいます。奥のセーブポイントまで来たら、今回の戦闘準備をします。まずはテリオンに剣士のアビリティをオーギー以外全て習得させ、サポートアビリティ、ダメージ限界突破を解放します。さらに、テリオンのバトルジョブを学者に変更し、大火炎魔法と大氷結魔法を習得させます。残り JP31、ギリギリ足りました。他のキャラのバトルジョブも変更。ハンイットは盗賊、プリムロゼは商人、アーフェンは剣士にします。また、ハンイットには敵全体に弓の複数回攻撃をする土砂ブリアを習得させます。テリオンのサポートアビリティから行動速度プラス50を外して、先ほど手に入れたダメージ限界突破をセットしておきます。次は、装備を変更、しました。テリオンには、これまでサイラスが装備していた続行アップ防具を装備させます。今後の戦闘では、先生に代わってテリオンが魔法によるアタッカー役を担います。貴族性強化の効果を持つヒースコートの探検を装備することで、大火炎魔法の威力が 1.3 倍になります。また、属攻最強の歴戦の杖を装備することで、足りない属攻を補います。他のキャラは、仏棒特化の防具で固めます。バッジの装備も忘れずに。アーフェンには、戦うで2回攻撃可能なダブルトマホークを持たせます。
最後に、アーペンの応急手当てで全員の HP を回復したら、準備完了です。洞窟の奥には、薬の材料を補充しに来たバネッサ一行がいました。あなた邪魔だわ。おとなしく帰りそうもないし。帰ったとしても、口を閉じてなさそうだしね。なあ、帰る気も口閉じる気もねえな。その代わり、その苔で薬作って、町の人を治してやる。薬師の誇りにかけてな。あら、そう。じゃあ、ここで死んでよ。ケチ臭い正義感とさ。39.2 盛り上がってきたじゃねえか。用心棒みたいです。でかい。バネッサの弱点は、用心棒を両方倒すまで守られています。1ターン目、プリムロではクジャクの前でテリオンに速攻アップを付与します。テリオンは、次ターンの行動順がアーペンより前なら代表決の攻撃力が削り、赤なら防御で先制に回ります。上がってきな。アーペンは剣士の初期アビリティ横一面ギリギリで用心棒のシールドを削ります。ハンニットは全体弓複数回攻撃の土砂降り矢で攻撃。命中保証により最低3回はヒットするので、大氷結魔法を使えていればここで用心棒をブレイクできます。2ターン目、プリムロでは独房ダウン狙いでマルフを呼び出します。早速オールダウンが入りました。なんだと？テリオンは用心棒をブレイクできていればブーストに大火炎魔法、そうでなければブーストに大氷結魔法で攻撃します。これで用心棒撃破となり、バネッサの弱点が解放されます。バネッサが無防備になったところで、アーテンのダブルトマホークでバネッサをブレイクします。あとはプリムロでの BP パサーで BP を回復してもらったテリオンがブースト3大火炎魔法を打ち込めばフィニッシュです。そしてクアタッカーのテリオンでもこれだけのダメージを出せます。終わりだ。強いのは先生ではなく、学者と装備だった。テイク数は1回でした。圧倒的な実力差でバネッサを分からせたアーペン。逃げようとするバネッサを薬で昏睡させ、お持ち帰りすることに。ついでに、持ち帰った苔で咳止め薬を作り、町中の人に配って、一件落着となりましたとさ。じゃあな、風邪ひくんじゃねえぞ。ところで、アーペン編2章終了です。この調子で、次の舞台、セントブリッジへ向かい、3章も攻略します。アーペン編3章、ざっくりストーリー解説。セントブリッジにやってきたアーペン。そこで、大怪我をした男と、それを見捨てる薬師を目撃する。薬師の名は、オーゲン。アーペンと同じく、旅の薬師をしているとのこと。アーペンがなぜ怪我人を見捨てるのかと問い詰めると、オーゲンは救うに値しない命だからだという。見捨てていい命なんてないと考えるアーペンは、怪我人のミゲルという男を解放する。近くの納屋でミゲルの応急処置を済ませたアーペンは、他に病人がいないか街を巡回することに。そこで一人の老婆から、ミゲルは人殺しをして衛兵に追われていた強盗であると聞かされる。納屋に戻ったアーペンは、ミゲルに今後は泥棒から足を洗うよう約束させ、治療を再開する。アーペンの両手しての懸命な治療により、ミゲルは解放に向かうが、翌朝、目を覚ますとミゲルの姿がなくなっていた。ミゲルを探しに、町へ出たアーペン。そこで見たのは、元気いっぱいに町の少年ティムを人質に取り、リビエラの森へ走り去っていくミゲルの姿だった。というわけで、ミゲルを追って、町の南西にあるリビエラの森へ向かいます。お
僕のセーブポイントに着いたら、戦闘準備をします。まずはテリオンに大雷撃魔法を習得させ、サポートアビリティ、属性攻撃力プラス50を解放します。さらに、ハンイットに粘着糸を習得させ、サポートアビリティ、先制攻撃確率アップを解放します。先制攻撃は、ボス戦では発生しませんが、どこから逃げる際に役立ちます。解放したサポアビは、忘れずにセットしておきましょう。テリオンは、カバウと入れ替えで、続行プラス50をセットします。サポアビのセットが済んだら、準備完了です。40戦目、ミゲルです。ミゲルは開幕に、ジターン以降の行動回数を2回に増やします。ミゲルの攻撃は物理オンリーであり、戦うの他に、武器装、絶望ダウン付与の2連装、全体攻撃の十字装。さらに、複数の槍を上空に投げ、ジターンの最初に槍が降り注ぐ槍投げを使用します。なお、槍を投げた後にミゲルをブレイクすると、なぜか槍は降ってこなくなります。ブレイクから復帰するたびに、弱点が変化します。HP が半分以下になると、本気を出して、ジターンの行動回数を5回に増やします。さらに、HP が 25% 以下になると、猛攻3だと言って、ジターンの行動回数を5回に増やすほか、次の3つの行動を解禁します。薬師の薬は、自身の HP を5680回復します。十字装は、名前は同じですが、エフェクトが変化します。超槍投げは投げる槍の本数が増え、8から10本出てきます。とにかく手数が多く、油断しているとあっという間に全滅してしまいます。森の奥で退治したミゲルの脇には、血まみれで倒れているティムがいました。ミゲル曰く、泣き止まないので、追加となって刺したとのこと。人間のクズがこの野郎。あんたのおかげでもう一稼ぎできる機会をもらったんだ。認めるぜ。これはてめえを直してやった俺の責任だ。俺の手で取り返してやる。そこをどきやがれ、逃げる。アーフェ、俺が傭兵だったのは本当だぜ。早々のミゲルってな、戦じゃ手だれも随分殺した。さあ来な、薬師ごとき俺様の相手じゃねえ。手加減できねえ方でな。開幕、ミゲルはジターン以降の行動回数を2回に増やしますが、このターンは攻撃してきません。1ターン目、クリムロではテリオンにクジャクの舞を使用。行くぞ。テリオンは剣の素振りでミゲルのシールドを打ち削ります。きつい。アーフェンはジターンに備えて防御。私の出番だな。ハンイットはランダム複数回攻撃のカニバレアで一気にシールドを削ります。危うくこのターンにブレイクしてしまうところでした。2ターン目、アーフェンが剣を振ってミゲルをブレイク。シールドが2以上残っていた時は調合の風踏んでブレイクします。プリムロではジターンの行動順がテリオンより前なら火星、後ならブースト2 BP パターをテリオンに使用します。テリオンはブースト2大火炎魔法で攻撃。火炎よ、焼き尽くせ。ハンイットとアーフェンはやることがないので、ブレイク復帰まで防御で待機しておきます。プリムロでは先ほど火星を選択したなら、テリオンにブースト3 BP パター、逆なら火星を選択します。ここでオールダウンが入りました。行くぞ。テリオンはブースト3大火炎魔法で攻撃。ガキでガキが両方乗れば合計2万9000ほどのダメージが出ます。ブレイク復帰後のミゲルの行動は弱点変化と十字装で固定です。また HP が半分以下になっていると、ジターンの行動回数を5回に増やします。アーフェンはジターンに備えて防御。ハンイットは断剣を3回振ってシールドを削ります。テリオンの続行アップがこのターンで切れてしまうので、プリムロではクジャクの舞を重ねがけしておきます。復帰1回目のミゲルは火が弱点なので、テリオンの大火炎魔法でシールドを削りダメージを稼ぎます。次のターン、防御で先制したアーフェンが鬼を振って逃げをブレイクします。
行動回数を増やしても行動できなければ意味がありません。あとはプリムロゼに BP を回復してもらったテリオンがブースト3大火炎魔法を打ち込めばフィニッシュです。テイク数は2回でした。一度は命を救ったミゲルを自らの手で始末したアーフェン。ティムはアーフェンの応急処置により一命を取り留めるが、アーフェンは自らが招いた事態に責任を感じ、薬師としての信念に迷いが生じ始める。隙を見せたアーフェンに村を去るオーゲンがすかさず自分語りを始める。オーゲンも昔、悪人を自宅へ連れ帰って治療し、その悪人に妻を殺されていたのだった。それ以来、薬師として当てもない旅に出て、治療する患者も選ぶようになったとのこと。その両手、よく考えて使うことだ。かつて、君と似た薬師がいたな。どうした？教えてくれねえか。なあ。といったところで、アーフェン編纂章終了です。次回に続きます。